いつどっか行っちまったみたいなんですよ。おいお前ら、山本のやつ最近なんか変だと思わねえか。あー確かにそうっすね。ま、あんなのどうでもいいですよ。それより劇の打ち合わせなんですけど。やっと見つけたぜ、変装名人。なんとか変装名人を説得して俺に変装してもらわねえとな。ちょっといいか、変装名人。ん？スナたちも尾行してるのか。すげえ集中力だな。おい変装名人、騒ぐなよ。ちょっと俺と来てもらうぜ。は？俺を観察？違う違う、面白いなお前。ちょっと頼みがあるんだ、個人的にな。そうなんだ。さあツナたちに見つかんねえうちに行こうぜ。悪いな、強引に連れてきちまって。ツナたちに何か用があったみたいな。なんだ、そっか。実はな、変装名人にしか頼めないことなんだ。おいおい、そんな難しい顔すんなって。つうか、話が見えねえぞ。演奏名人が話をそらしてんの。それはとにかく、お前の実力を見込んで頼む。この通りだ。修行って、名人ってのでもまあ、固いこと言うなって。内容を聞いてから決めても遅くないだろ。なら話が早えな。なんだかよくわかんねえけど、頼む、この通り俺に変装してくれ。そうだ、俺に変装して学園祭の忍者劇に俺として出てほしい。頼む、この通り。ああ、それがな、学園祭の日と野球の試合日が重なっちまってな。しかも大事な試合なんだ。だから俺はどうしても劇に出れねえんだ。でも劇に出るって言っちまったし、それにみんなやる気だから、なんとか忍者劇を成功させてんだよ。それもそうなんだよ。奥寺にこれ以上何かけるのが得だろ。
この通りだ。な、頼む変装名人。助かるぜ。サンキューな、演奏名人。お、なるほどな。そういうことなら任せてくれ。俺がバッチリ山本たけしに仕込んでやるぜ。じゃ、俺の家行こうぜ。ただいま、親父。おう、帰ったか、たけし。おい、たけしが二人いるじゃねえか。どうしちまったんだ、たけし。変装だって、変装。どっちが本物か、親父わかるか。なんで変装か。それにしても、見た目は完璧にたけしじゃねえか。な、だろ、すげえだろ。だが、偽物はこっちで。さすが親父だな。簡単よ。確かに見かけはたけしに売り二つだが、様子ってやつが全然ちげえぜ。親父、ちょっと事情があってな。こいつをもっと俺そっくりにしてんだ。親父も協力してくれねえか。はあ、よくわからねえが、たけしの頼みとあっちゃ人肌脱ぐぜ。まずはそのござるってやつは禁止だな。ほら、また出ちまった。もう一回。よし、その調子だ。いいぜ。それからたけしの動作を真似てえなら、たけしと戦うのが一番早いだろうな。そうだ、全勢力をつぎ込む戦闘はその人物の癖のすべてが出る。戦闘の中でたけしの癖をすべて真似りゃ完璧だぜ。おお、なるほどな。じゃあとりあえず戦ってみるか。ほら、ござるじゃねえ。よし、じゃあ行くぜ。そりゃ、ふった。おいっちょ、心をもっと低く。たけしの攻撃はもっと腰が入ってるぞ。お、なかなかやるじゃねえか。じゃあどんどん行くぜ。やるな。おう、かなり戦い方も似てきたぜ。な
んだかんだでやり抜いちまうとはすげえな。こんなに汗だくになるほど一生懸命に俺の頼みを。親父、汗かいて腹減っちまったぜ。なんか握ってくれよ。お、任しとけ。何でも握るぜ。じゃあ、俺はハマチ。お前は何にする？おい、どっちがどっちだ？すげえじゃねえか。親父がわからなかったぜ。やりやがるじゃねえか。サンキューな。ほら、お二人さん、一丁上がりでい。じゃ、演奏完成を祝して、ハマチで乾杯しようぜ。演奏完成を祝して。ん？だろ？の親父の寿司は日本一だからな。おい、どうした？顔が真っ青だぞ。大丈夫か？親父、水。おいおい、大丈夫か？ほら、早く飲め。トイレ食いすぎだぜ。うちは寿司屋だぜ。寿司は逃げねえ。今日はいくらでも食わしてやっから、ゆっくり食いな。おいおい、そいつは大げさだぜ。親父でも分かんなかったな。演奏はバッチリだ。もう誰にも見抜かれねえ。さあ、どんどん食おうぜ。